エズジャン・アリオスキは、北マケドニアプリレプ出身のサッカー選手。あるアハリ・サウジ・ FC 所属。北マケドニア代表。ポジションは MF。BSC ・ヤング・ボーイズで、プロキャリアをスタート。B チームでは、主力として活躍したが、トップチームの出番はなく FC、シャフハウゼンに放出された。2015から16シーズン冬より加入した FC、ルガーノでは、 チームの得点源として活躍。2016から17シーズンにはリーグ3位タイの16ゴールをマークした。2017年7月13日、チャンピオンシップのリーズユナイテッド f c 移席。4シーズンプレーし、2019から20シーズンの2部リーグで優勝し、プレミアリーグ昇格に貢献。2020から21シーズン終了後に退団した。 2021年7月30日、あるアハリサウジ FC への加入が発表された。ユース年代から、マケドニア共和国代表に名を連ね、2013年に A 代表デビュー。2016年9月5日、2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のアルバニア戦で代表初ゴールを決めた。2021年6月、北マケドニア代表の一員として、 UEFA ユーロ2022参加。グループリーグ第2戦のウクライナ戦では、試合には敗れたが、1ゴールを挙げた。2021年6月17日現在、リーズユナイテッド。ありがとうございます。